ただいまから記者会見を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。はじめに知事よりご説明がございます。知事よろしくお願いします。先ほど大阪府の新型コロナウイルス本部会議を開催をいたしました。医療が今逼迫しているという状況であります。大阪モデルの赤信号の基準である病床の使用率の 50%、 これに本日達するという状況でありますので、大阪モデルの赤信号を点灯をさせます。この今の状況ですけれども、やはり医療が全体として逼迫をしています。病床だけでなく発熱外来であったり救急外来、救急また小児、非常に入り口の部分も含めてですね、非常に感染者数が多いという観点からという状況から、この医療の病床だけではなく全体として逼迫をしています。ですのでこういった事情も含めて考えまして、医療非常事態宣言を発令をいたします。また行動制限をしないというメッセージが出されていますが、これが対策を取らなくていいというミスメッセージになっている部分があると思います。これだけ感染が拡大している、また病床も逼迫しておりますので、お一人お一人の基本的な感染対策の徹底をお願いをいたします。今コロナの医療については非常に逼迫しているというのが事実であります。お一人お一人の感染対策をお願いします。またとりわけリスクの高い方、4回目の接種、高齢者の皆さん4回目の接種まだの方は、要件満たされている方はぜひ早めにお願いをしたいと思います。また若い世代の方、3回目接種まだの方も、やはり症状重たくなる場合も多くございます。ぜひ感染拡大して、いつどこで感染しても誰が感染してもおかしくないという状況です。ぜひ3回目のワクチン接種をよろしくお願いをいたします。医療非常事態宣言を発令をいたします。大阪モデルの赤信号を点灯させます。この医療病床の使用率が 50% を本日超えるということになります。ですのでまず最も大切なこと、お一人お一人の基本的な感染対策の徹底をお願いをします。そして高齢者の皆さん、ぜひ早期の4回目のワクチン接種をお願いします。そして3つ目です。高齢者の皆さん、やはりリスクが高いです。現在入院されている方の 70% 以上、入院者の 70% 以上が70代以上の高齢者の方になります。ですのでやはりリスクが高い、重症化リスクが高いという状況にあります。ですので感染拡大を抑止するというよりは、高齢者の皆さんが自分の身を守ると、この感染拡大期において自分の身を守るという観点から、リスクの高い行動は控えていただきたいと思います。具体的には医療機関への通院、あるいは食料、医療費、生活必需品の買い出し、あるいは必要な職場への出勤、屋外での運動や散歩等といった生活や健康の維持のために必要なものを除いて、不要不急の外出を控えていただきたいと思います。これは高齢者の皆さん、なんで自分たちだけなんでなのと思われる方もいらっしゃるかとは思いますけれども、またこれは感染拡大を全体を抑えるというよりは、やはりリスクの高い高齢者の皆さんがうつさないようにする、自分の身を守るという観点から、ぜひご協力をお願いしたいと思います。冒頭申し上げた通り、重症化率も致死率もそうですし、現実に今大阪に入院されている方の 70% 以上が70代以上の高齢者の方になっています。ですのでまずは社会全体で一人一人が基本的な感染対策をとって、なんとかこの感染の急拡大を抑えていく。もう一つは、非常にリスクの高い理想、高齢者の皆さんは、やはり感染リスクの高い行動を特に今は控えていただきたいと思っています。また同じく高齢者の皆さんと一緒に住んでいる同居のご家族もそうです。そして普段接する仕事をされている方、日常的に接する仕事をされる方、もうすでに対策を取っているよという方がほとんどだと思います。ただその中でもやはり今感染が急拡大して医療も非常に逼迫しているという状況にもありますので、ぜひ高齢者を守る、そこに集中した対策を取っていくという観点からもご協力をよろしくお願いをいたします。大阪府子ども教育生活支援事業についてです。これはコロナとは違いますが、現状ですね、このコロナ禍もある、また加えてこの物価高の影響が非常に出ているという状況の中で、皆さんの生活に非常に大きな不
負担が生じています。その中でお子さんもやはりさまざまなものを買ったりしなければならないというその中で大阪に住んでいる全ての子どもたちにこの1万円のギフトカードをお送りする、そして文房具であったり、いわゆる書籍であったり、あるいは日用品であったり薬であったり、おむつであったり生理用品であったり、そういったものにぜひ活用していただけたらと思います。物価高が非常に進んでいる中で、この子育て世代、そして子どもさん自身にやはりお金がかかるという中で、大阪の全ての子どもを応援するという事業を行います。でこれについてすでに発表している通りですけれども、プッシュ型でギフトカード等を配布していきます。対象は先ほど申し上げた通りです。で配布の方法についてですけれども、これは日付でいうとですね、本日から7月27日水曜日、本日から配送を開始をいたします。第一陣の配送を開始をいたします。そして8月中旬までに配布を完了させたいと思っています。中身ですけれども、1万円相当のクオカードペイを子ども宛にですね、簡易書き留めでお送りします。これが現物になります。三つ折りになって、封筒で皆さんのご自宅に簡易書き留めで送られるということになります。でここにですね、1万円のクオカードペイの QR コードで読み取れるというものがありますので、これでスマホ等で読み取っていただいて、さまざまな場面で使っていただけたらと思います。またスマホ等で読み取る、そのスマホがないよというご家庭についてはギフトカードそのものをお送りします。ここにコールセンターがありますから、これが来たらスマホ等でデジタル媒体がないのでカードに変えてくださいということをコールセンターにここにかけていただけたら、カードに変更いたします。クオカード、これは入札もいたしまして、4社の方が入札がありました。その中でクオカードを含む共同企業体が落札をされました。で、お送りする対象ですけれども、6月30日時点、これも発表している通りですが、6月30日時点で、住民表情大阪の子どもたちとして登録されている皆さんにお送りをします。その準備をしてまいりましたが、今回準備が整いましたので本日から配送を開始をいたします。そして来年の4月1日の時点で18歳以下の人が対象になります。つまり高校3年生相当までが対象になるということになります。また今は妊婦さん胎児なんだけども、これから生まれるというお子さんについては対象にしています。これも申し上げた通りです。来年の2月28日までに、大阪の子供として生まれ府内の市町村に出生届が出されたお子さんは対象にしています。また DV の被害を受けておられる家庭については個別の申し出を受けておりますので、そちらの方にお送りします。クオカードが使えるお金ですけど、ドラッグストア有名な大規模ドラッグストアもそうですし、大規模商店もそうですし、日用品、ホームセンターも含めて、多くの場所で活用できますので、先ほど申し上げた通り、子どものために活用していただけたらと思います。僕からは以上。それからですね、管轄になりますから、受け取りのサインいますので、不在の場合は不在票がポストに入りますから、ぜひ注意して見といていただけたらと思います。そして、本日から順次発送しますので、まだ来ないよというところがあると思いますが、これもリストがある順から順次発送しています。8月の中旬ぐらいまでには完了させる予定ですので、その時まではぜひ待っていただけたらと思います。順次発送していきます。ただですね、6市町については、それぞれが主体になって配布事業を行います。ですので、その6市町については配布方法等についての詳細を各市町に問い合わせをしていただけたらと思います。その6市町は、泉佐野市、富田林市、河内長野市、箕面市、羽曳野市、河南町、この6市町については、この大阪府の事業をベースにしながら、さらに特市での判断ということもあると聞いておりますので、事業そのものは6市町が配布も含めて行うということになりますので、ここにお住まいの方は、詳細については各市町に
確認をいただけたらと思います。ここからは以上です。それでは先ほど開催されました新型コロナウイルス対策本部会議に関するご質問も含めまして、不正公務に関するご質問をお受けいたします。質問される方は挙手の上、社名とお名前をお願いいたします。それでは幹事社さん、井口さん、お願いします。では幹事社 ABC の方から、高齢者の方への、自粛要請ということを、先ほど発表されましたけども、かなりその何というか、健康を守るため、生活を守るためということで、例外として例示されている部分はかなり、広く取られているのかなという印象を持っています。どうでしょう、自粛要請というとかなり厳しい印象の言葉ですけども、実際どのぐらい その厳しさというか、知事の中でどんなイメージを持っていらっしゃいますか。ぜひこの趣旨がですね、今非常に医療が逼迫をして感染が急拡大期にあります。感染しやすい環境が広がってますので、ご自身の身を守るということを最も大切に考えていただきたいと思います。特にとりわけこの1ヶ月間、今ちょうど BA.5 の機会が先ほど本部会議でありましたけども 85% でしたか、86%、今非常に一番それが大きく多い期間でもあると思います。まだ増えると思います。そして医療が逼迫しているという状況ですので、高齢者の皆さんはずっとじゃありませんから、この1ヶ月という期限は区切りました。また感染という波がどうなるか分かりませんが、今は非常に感染が拡大している時期なので、ぜひ高齢者の皆さんは自分の身を守るという目的で、この生活や健康の維持に必要なもの以外はですね、今は控えてくださいという趣旨です。これは勘違いされている方もいるんですけども、いや、感染拡大全体を抑えるために高齢者にやったっていいんでしょうというふうにおっしゃる方がいらっしゃいますけど、目的は全然違いますので、おっしゃる通りなんです。感染拡大が広がるというのは行動範囲が広がる若い人が中心にこれはなっていきます。その中でこれ感染拡大を、社会の感染拡大を抑止するというのではなくて、あとリスクの高い層というのはかなり明確になってきている、そのリスクが高い層も明確になってきている。その中でやっぱりリスクの高い高齢者の皆さんが自分の身を守る、健康を守るという観点から、特にこの今感染拡大期においては気をつけてくださいというメッセージです。失礼しました。 82.5% です。置き換わり率、はい、次に質問、読売新聞さん。読売新聞の山本です。コロナ関連などで質問をしたいんですけども、ただ今回はその大阪モデルが赤信号点灯ということで、これまでであれば赤信号に点灯した際っていうのは、飲食店に対する営業時間の要請であったりとか、人数制限であったりとか、そういう措置を講じてきておられたと思うんですけども、今回は講じないと、独自にしても講じないというふうにその判断された理由を教えていただけますでしょうか。これはまず、やはり、国家の基本的な方針として行動制限を行わないというのをあれだけもう明確に発信をされています。その中で大阪府だけが対応を取ったとしてもですね、現実問題としてはかなり厳しいだろうというふうに思っています。そしてもう一つ中身を見ても、オミクロン株に変わってからやはり感染拡大力が強いです。飲食店の場面以外でも起きてます。職場の場面、いろんな場面で起きてます。共同生活を起きるのは当たり前なんですけども、職場とか学校とか飲食の場面とか、あるいはそうじゃなくても何か会議やってる場面とか、いろんな場面でやはり感染拡大力が強いから広がっているとなると、これまでのように飲食店だけ時短要請してください、休業要請をして飲食店だけ閉めてくださいとなったとしても、その感染全体を抑えるという意味ではなかなかその効果として不明瞭なものがあるのではないかと思っています。効果不明瞭なものに対してですね、飲食店の皆さんも生活があって、家族がいて、暮らしがあって、命があるわけなので、であるならばデルタまでは感染拡大力が強く弱くて、ただ重症化リスク、毒性が強いとオミクロンと比べるとですね、時と違って、オミクロンになった、今、この全体を、止めるというのは、なかなか、こ
その効果としても、やっぱり明瞭ではないだろう、明瞭だろうなっていうふうに思っています。なので、もうどこでいつ誰が感染してもおかしくないので、基本的な感染対策をお一人持っているようにしっかりとっていただいて、行動制限しないというメッセージが出されてますけど、これは感染対策を取らなくていいという意味ではありませんので、感染拡大してますから、基本的な対策をしっかり取っていただいて、これは感染全体のボリュームを下げていく。合わせて、ただどうしても数が多いですから、医療は逼迫します。これはもう大阪だけじゃ限らず、全国に起きている皆さんが行動している通りです。ですので、そういう中で、今後もさらに逼迫が予想される。であるならば、リスクの高い人が自分の身を守る行動をより強く取ってくださいということは、僕は基本的な方針として必要だろうと思っています。わかりました。基本的な方針としては、一人の感染対策っていうことになりますと、お願いベースというか、各自のもその、なんというんでしょうか、自覚に基づいてというところのお願いになってしまって、どこまで実効性があるのかという部分もあると思いますけれども、その点について、懸念であったりですとか、またその医療が逼迫している状況というのは、知事かねてからおっしゃっていると思うんですけど、その2類から5類へという、そうしたところ の転換点ですかね、そこはもう、第7波の時点であるのか、今すぐにでもそうした方がいいとお考えなのか、そうしたところを教えていただけますでしょうか。今まさに転換点で、そして感染拡大しますから判断すべき時期だと思っています。なので今回本部会議でも定めましたけれども、もう今インフルエンザに近いぐらいの感染者がいるであるならば、やっぱり問題ないです。なので、じゃあ季節性インフルエンザに対応していた発熱診療医療機関、ここはコロナにも対応してください、対応すべきだという国家方針を示すべきだと思っています。でこれは2類5類っていうのは分かりやすい理論だから2類5類論争がありますけれども、今回国の要望ということで大阪府の中でペーパーまとめた通りです。要は今やはり発熱外来、救急外来、また非常に症状が軽い方が発熱外来に対して、そういう状況の中になっている。非常にもう数が多いから逼迫をしています。であるならば、そして行動制限を取らないというのを国として判断するのであれば、でもそれでいて医療の逼迫は避けようというのは、やっぱりこれは矛盾していると思います。行動制限を大きく取って感染を抑えるというのは今までやってきました。でそれを取らずに行動制限を取らないというのでありながら、かつ感染が非常に今まで一番大きいにもかかわらず医療を逼迫させるなと、医療そこはちょっとじゃあどうするのということに、医療をやっている現場の皆さんからそうなると、やはりコロナを対応している医療機関は極めて今厳しい状況になっているであるならば、やはり国の方向性として発熱外来や治療、今ここは非常に逼迫している、救急も逼迫している、で早期に治療すれば、そこで、そこからさらに入院のリスクとかそういうのがどんどん下がってくるわけだから、であるならばもうこの段階で、とりわけ医療が逼迫している、今回医療非常事態宣言出しましたが、こういった 50% を超えているようなエリア、これは沖縄なんかはもっと先行している、超えている状況もあります。で他の大阪の17県で 50% を超えているということがあったと思います。 50% を超えるぐらいの状況になったら、これ私は前の判断基準だ、緊急事態宣言の基準だと思うんですけど、ここの状態になるのであればね、でそれで行動制限取らないということであれば、じゃあ今までインフルエンザに対応していたような医療機関も診療所もコロナに全て対応してくださいというような大方針を立てないと僕は持たないと思います。でこれ僕の意見だけじゃなくて、今回の本部会議で山本先生や白野先生、現場の代理先生されている方の先生の意見でもあります。今判断すべき時だというふうに思います。なんかそこのところを、そこの判断がないんだけど、医療は逼迫してないと判断、国がしているのかちょっともうよくわからないですが、行動制限を取らない方針でいく、コロナと共存すると
というのを国家方針として取るんであれば、現実それでもやっぱり感染広がった、そうなるとより広がりやすいわけですから、そして医療を必要とする人が出てきますから、ここに対して、いやもうこれは全てのオール医療で対応しようと、もうそういうウイルスだということを国家として決定すべきだと思います。で、そこが決定することなしにですね、一部の医療機関やコロナの今まで指定医療機関のところだけが今、急激に忙しくなっている。もうものすごい忙しいです。なので、そこのバランスというのは、解消すべきだと僕は思います。わかりました。あと今回は高齢者への、不要不急の外出の自粛とか、これっていうのは、今日はその行動制限というふうに言えるというふうに理解してよろしいのか、いかがでしょうか。特措法の24条9項に基づくので、厳密に言えば行動制限ではないのかなと僕は思っています。それをメディアの皆さんがどう表現されるか分かりやすい表現となるかもしれませんが、不要不急の外出を控えてください。自粛してくださいという話を してませんから、なので厳密に言えば行動制限ではないのかもしれませんが、ただここにある通り、この文脈も皆さんも何度も見た文脈だと思います。リスクの高いところをできるだけ今の時期は自分の身を守るために避けてくださいというメッセージであり、その方針のお願いです。分かりました。最後にですね、今回、その飲食店の時短とかしない上で、高齢者の方に絞って、お願いベースでされていくということですけども、今回その赤信号をですね、基準に達したっていう部分はあると思うんですけども、点灯させた意味について、意義について、それぞれお願いします。コロナ医療の逼迫です。で、ここはまずそして基準を定めて、その基準に達したということです。で、この基準も専門家的に聞いて定めましたから、基準に達しても点灯しないとなれば、もう大阪モデル自体はやめるべきだという話になります。これも5類になってきたら、もうやめるということになると思いますけども、ただ今は実際2類相当で、そこは変わってないわけです。なので、何も変わってないんですから、結論が出るとして。なので、この感染症の扱いそのものについては、法的な扱いも何も変わってない。新型インフルエンザのラベルを貼ってますけれども、今まで大きく変わってないのが現実です。で、変わってないけど、感染力に強いのが現れて、そして行動制限は取らないというふうに、じゃあ医療体制どうするの、どうこの、確かに重症化率が下がっているのも事実です。致死率が下がっているのも事実です。それが一定の層にはリスクが高い。そうじゃない層は、そうではないというのは、これも事実です。でもそうならば、この感染症についてどう向き合うのかという決定がない、判断がないという状況です。その状況の中でも、やはり我々としては変わってないわけですから、基準もやはり 50% を超える。で、50% を超えた現在、やはり医療は、重症はそこまで逼迫はしていませんが、軽症、中等症、病床は逼迫をしている。そしてさらに逼迫する可能性が高い。で、今回は重症、軽症、中等症、病床だけでなくて、入り口部分の発熱外来とか、救急車の、救急、あるいは救急外来、そういったもの、そして小児科、ここが非常に感染が強く広がってきているという点があります。医療全体として、やはり認識とすれば、医療は逼迫している。このコロナにかかった時の、リスクを考えると、医療逼迫しているから、2類相当の、まだ2類相当でもあるし、医療非常事態宣言というのは、僕はやるべきだという判断、基準を付いて判断するべきだという考え方で、ですから医療は現実は逼迫していると思います。ここは忽那委員が、専門家の忽那先生がおっしゃっていた通り、こういう普通の社会で日常的に行動している生活では全然それは感じないけれども、いざ自分がコロナになった瞬間、こんなに逼迫してるのかというような、そのギャップがあまりにも大きい状態が今の状態で異常な状態だというふうに忽那先生もおっしゃっています。ですので、そういった意見を考えて考えたときに、やはりコロナ治療ということを考えたときには医療非常事態宣言だと思っています。で、これで医療需要が増えますから、他の病気に今後やっぱり影響もしていくということにはなると思います。で、次にご質問は G2 さん。
信の小西と申します。コロナについてお伺いします。先日 BA.2.75 が大阪でも確認されました。 BA.2.75 は BA.5 と比較すると感染が拡大しやすいと言われていると思います。現在は BA.5 に置き換わりが進んでいるような状況ですが、新たな変異株によりさらに警戒が必要になるかと思います。これに対して知事はどのように受け止められていますか。お願いします。はい、BA.2.75 系統についてはやはりインドなんかでも感染力が非常に強いとされています。ただまだ警戒すべき変異株だと思っています。今の現状では大きく増えているというものではありませんので、今後この BA.2.75 についてはこの推移を警戒していきたいと思います。あとですね、子ども教育生活支援事業についてお伺いしたいんですけれども、こちらについて6月の会見の際に事業費約154億円とおっしゃっていましたが、大きな変更などあれば教えてください。またですね、六市町に関しても今日から配布を始めて、配布の完了時期を8月中旬までで同じということでよろしいですか。まず事業規模についてはほぼ同じなので大きく変更はありません。で、六市町は先ほど申し上げた通り六市町の事業として行いますので、いつどのように送るかは六市町が判断するということになりますから、8月中旬までに終わるというものではないし、はい、順次行くところもあればそれより時間がかかるところもあったり、さまざまなので、六市町にお住まいの方がまだ来てないよということであれば、直接これ大阪府が配送事業にタッチしてませんから、その六市町に聞いていただいた方がいいと思います。この六市町においては独自の上乗せとかさまざまな政策を垂れている、大阪府の事業を土台にしながら新たな政策を垂れているというものだと思います。そこはもうお任せをしています。あとまたですね、この事業について DV 被害者専用の申請窓口を設けられていたと思いますが、住民基本台帳と異なる住所に送られる件数はどの程度になったんでしょうか。これは件数分かりますか。分かります。約400世帯に、報告してございます。約400世帯です。ありがとうございました。次ご質問、 NHK さん。 NHK の清水です。会議の中であったんですが、昨日のハーシスのシステムエラーの関係で今日の感染者数が少しブレているという発言が藤井部長からあったと思うんですけど、大阪府内でどのようなトラブルがあったのかというところで知事が把握されている限りで伺いたいのと、今日の感染者数の見通しと、もしそこにどの程度の影響が出ているかという見通しが分かれば教えてください。一定程度、このハーシスが入力できなかったということで、健康観察を含めてですね、この影響が出ている、こういうふうに聞いています。ただ、皆さんが登録についても、今日は少し少ないということになります。おそらく明日その分が儲かってくるということになります。今日は21,902程度になります。この後、5時にまた正式に発表いたします。ですので、その数もですね、ちょっとブレが生じるけど、前週でいくと同じぐらいの数字になってますけど、急に同じにはなかなかならないので、実態は搬出入力の影響で、本日は前週とまたほぼ同じ数字ですけども、多分明日乗っかってくるだろうと思ってますから、慣れてみる必要があると思います。ハーシスの入力ができなくて、健康観察ができなかったということもあったということですが、特段、領内に影響を与えるようなそういったトラブルとかには生じていないということですか。その報告は聞いていません。多分ないと思います。ありがとうございます。次ご質問、産経新聞さん。産経新聞の吉見と申します。前回の第6波では、高齢者クラス者施設でのクラスターというのが非常に多く多発して、死者の増加につながったという形をおっしゃってされていたと思います。で、今回、7月に入って、100件以上の、高齢者施設での、クラスターが発生しています。それについて今現状知事どのような認識をしてしょうか。やはりこの高齢者クラスターは起きやすい、起きやすいがゆえにですね、その対策を強化するということで徹底をして、きました。で、他の施設に比べるとやはり高齢者施設というのは今多い状況です。
ただやはり、まあ、対策を取っている効果もありますけど、2月3月の頃と比べると感染者数は今も多いですけれども、これあの今のよ、クラスター数とあとクラスターあたりの陽性者数も2月3月よりは減少ないという状況です。ただ全体の母数が増えてますので、マスが増えてきますから、やはり高齢者施設にあのウイルスが届く確率は高くなる。なのでよりあの対策を強化する必要があるだろうと思います。まあ、例えばあの3日に1回無症状でも職員さん検査をお願いしますということをやってますが、あれで800人ぐらいの陽性者に使ってますので、事前にあの施設によりウイルスが持ち込まれるのを防ぐというような効果を、やっぱりあの様々な対策を掛け合わせることで、今あの数年で、います。あの数自体は今後も増えるから警戒が必要だと思います。関連して、まあ、これまでの協力医療機関の登録ですとか、先ほどおっしゃった臨界検査ですとか、まあ、いろんな対策を講じられてきましたけど、まあ、そのような効果が出て、クラスター1件あたりの感染者数が出ているというふうに見ていらっしゃるんでしょうか。そういうことです。で、話は変わるんですけれども、本日の、対策本部会議の資料6の1ですかね、濃厚接触者の特定について、保健所から、濃厚接触者の特定や情報提供を求めないという判断をされたと思うんですけれども、以前あの保育所施設などでの、特定について、東京なんかではあの特定するとしないというふうに明言されて、知事の方もされて、しないような状況になったと思うんですが、知事はあの結局あの、施設ごとに任せているということでですね、で自治体の方に調べたところ、まあ、自治体に応じてそのやっている施設もあればやっている特定、濃厚接触者の特定をやっている施設もあればやっていない施設とか自治体もあるということで、まあ、ちょっと地域によってバラバラだったりしたんですけれども、まあ、それによってこう、濃厚接触者特定によってですね、まあ、家族が、出勤できないとか、そういうような状況も生じていると思うんですけれども、今回あの改めて、知事としても濃厚接触者の特定は施設ごとでも やらないという判断をされるのか、まあ、もし呼びかけ等があるんでしたら、まあ、ちょっとお話しいただけないでしょうか。多分東京都でもやらないっていうのは、まあ、保健所としてはやらないにしても、その確か報告については求める話でしたかね。確かそうだったと。あ、その待機期間は存在するというような取り扱いだったと思います。なので、あとはそのクラスターが発生した場合にはやると思います。それぞれエリアによって違うので、まあ、この一言にも全てやめたというのでは、実は実態ではそうじゃないだろうというふうに思っています。我々としてもやはり今感染がこれだけ増えてきているという中で、ですから対応について、今まで小学校中学校幼稚園についてはその濃厚接触の特定をしたリストを保健所に求めると提出を求めるということをやっていました。でそれをやるかどうかは事業者の判断に任せるということをやりましたが、もうこの事業者の提出のリストはもう求めないという判断をしました。これは28日から市はありますね。28日から対応するということになりますので、ですので、まあ、幼稚園での対策がそのまま保育所にも通達としていくことになると思いますから、もちろん保育所からそうなわけでは別ですけれども、そうじゃないところについては基本的にもリストの提出を求めないという判断をしました。ですので今後は、まあ、そういう今だったらさらに判断に任せる、まあ、判断に任せるというかもう保健所は関与しないということになります。で保健所が関与するのは支援学校、そこに絞るという判断をいたしました。あとはその施設から相談があった場合には対応する、それ以外はもう対応はしないという判断です。ありがとうございます。日にち等についてはまだ詳しく部分に聞いてもらったら分かります。ただ説明します。もう直近で変えたという方向性です。次にご質問お願いします。前慎吾さん。すみ
なぜ毎日新聞です。少しちょっと質問のあれが変わるんですけど、先日知事就任の3周年のパーティーが開催予定だったと思うんですけれども、まあ、実際に開催されたのか、その場合、まあ、感染急拡大してて、まあ、全体の行動制限はもちろんしていないとは思うんですが、まあ、高齢者への行動制限をこう呼びかけを準備する中でこう開かれたことっていうのは、まあ、市民に誤ったメッセージを与えかねたりしないとか、適切だと考えているのかを聞きます。すいません、専務ですかね、すいません、専務質問になるんで。あ、じゃあ、すいません、専務。いや、もう、よろしいですけど、延期してます。開催してません。なので、毎日新聞も、ちょっとネット上のデマに振り回されることなくですね、こんなのは聞いてもらえればすぐ分かる話なので、まあ、なんか一部ネットではデマに、まだ拡散してる人がいるでしょう。もう、対応してないですけども、就任のパーティーについては、昨日の予定だった就任パーティーは開催を延期をしています。ですので開催をしています。とにかく延期の理由というのは、いや、このコロナの感染が増えてきたからです。わかりました。ありがとうございます。他に質問。あ、日経新聞さん。日経新聞の木村と申します。繰り返しになってしまうかもしれませんが、医療費って、まあ、毎日新聞もせっかくここで聞いたんだから、あれはデマですということぐらいは発信してもらえたらなと思います。よろしいでしょうか。はい、吉野木村と申します。繰り返しになってしまうかもしれませんが、医療非常事態宣言がなされる具体的な狙いをもう一度お願いいたします。医療がやはり非常に逼迫していると、コロナ治療が逼迫していると、まあ、その中でその事実を府民の皆さんにお伝えしたいということです。そしてリスクの高い方は今はちょっと行動を控えてくださいというのをお伝えするということです。あとはさまざまな体制を強化する、まあ、その中身については今日さっき本会で押尾さんにやりましたから、そちらを見ていただけたらと思います。ありがとうございます。もう一点、クオカードの支給につきまして、こちら対象となる子どもの数などお分かりでしたらお知らせいただきたいです。130万人です。ありがとうございました。次ご質問、共同通信さん。失礼しました。関係さん、はい、コロナの点で2点お伺いします。高齢者と同居の家族や日常的に接する人にはリスクのある、行動を控えてという呼びかけがありますけれども、この期間中にお盆などもありますけれども、例えば高齢者のいる家へ、まあ、日常的には接しないんですけれども、お盆で帰省するとか、そういったことに対しては呼びかけは何かありますでしょうか。ぜひね、なんか症状があったらやめてもらいたいですし、できれば検査をして、そして家族とよく話し合って対応してもらいたいと思います。非常にリスクが高いので、やめてくださいとは言いませんけれども、例えばその行く前に検査を、無料検査場がありますから、そこで検査するかとか、そうやって感染対策を徹底的に取ってもらった上で、どうするか、親族の中で話をして決めてもらえたらと思います。お盆で普段会わない、おじいちゃんおばあちゃんと会うというのも非常に大切なことだと僕も思ってます。ただ感染が広がってますから、感染対策の徹底をお願いしたいと思います。もう一点、今回 の、 その高齢者への呼びかけは、まあ、その先ほどおっしゃったように身を守るためのもので、全体の感染を抑える趣旨ではないという話があったので、ちょっとそことも関連するのかもしれないんですけれども、まあ、これまではその何かそういう、呼びかけをする際に近隣の市町村とも調整するというようなことがありましたけれども、この今回の高齢者の呼びかけに際しては、何か近隣の発見と、お話をされたりだとか、これから何か、連携してやっていくという予定はありますでしょうか。行動要請そのものではないと思ってますので、特に他府県に呼びかけはしていません。また高齢者、特に大阪高齢者施設が3700あって、全国一多いですから、もう3100が東京でしょう。なので、やっぱり大阪の特徴としても、やはりリスクの高い人が多いというのはやっぱり事実だと思うので、まあ、そういった観点から、今、しかも都市部で感染拡大しやすいエリアでもありますから、より気をつけてくださいということをやりました。なので、行動抑制でもありませんので、特に京都、兵庫と何か標準を合わせるということは、やってはないです。情報共有はしてます。どういう対策を取るとか取らないとかっていう意向だというのも聞いてます。では直接僕から斉藤知事とか西脇知事に何かお願いをして、一緒にこういうことをやりましょうということはやってはないです。
どっかに質問、ちょっと手挙げて。なしはですね、わかりました。読売テレビの神田です。大阪モデルに関してなんですけれども、大阪モデル今日私の方が決まったんですけれども、これが決まる前から病床だけでなくて入り口部分も逼迫しているという話です。医療逼迫を示すのであれば、もう少し早い段階で赤信号が出てもよかったのかなと思うんですけれども、私大阪モデルの基準の変更ですとか、あとは現状大阪モデルの基準についてどうお考えですか。この基準については専門家の意見を聞いて伺いましたので、やはり原則として基準に基づいて行動する、これが重要なことだと思います。で、基準の意味もなくなってくるので、今回の判断、まさに、今の時点では 50% に達してないですけど、今日の発表で 50% に達しますから、タイミングとしては今日を超えるという意味で今日本会議をやって、専門家の意見を聞いて判断したということです。このタイミングが基準を定めている以上、何が正解ではありませんけど、適切だと思います。さて、もう一点、国への要望なんですけれども、タイミングはお盆明けということで間違いないでしょうか。違う、もうこれは明日にでも要望します。だってこれ大阪以外の 50% 超えてるところが あるわけです。国への要望、今日させていただきます。すみません、今日本部会議で出てきたので、2つについては今日国に要望します。次にご質問は、そしたら、ABC の木原です。緊急事態宣言もまん延防止も出てない状況で、高齢者に不要不急の外出に要請するというのはかなり踏み込んだ措置だと思いますけれども、先ほどの会議ではすんなり決まりましたが、それ以前の議論としてこれまでの措置との整合性であるとか、他の措置とのバランスとかについて、どのような検討をなされたんでしょうか。もうまん延防止措置、それから緊急事態宣言、これは国が発令するものですけれども、これはもう基本的にもう出す方向ではないというのが国の考え方だと思っていますので、これは先行して感染が広がっているところも同じですけれども、どこもこれはやってないです。なので国として大きく方向は変えているところがあるんじゃないかと思っています。その状況において、まん延防止だったり緊急事態宣言、つまりこう具体的な行動制限、飲食店に対する時短要請とか、そういったことはもうやらないという定義を大阪から要望することもない、要請することもないということです。それはその通りなんですが、高齢者に対してだけそういう厳しい措置を出すということについて、何らかの異論は出なかった。いや、これはもちろん悩ましいところだと思います。何もしないという判断もあったと思いますけれども、これはまん延防止の緊急事態の宣言なさいないから、もうこういった高齢者に対してお願いもやめて、基本的な対策だけお願いしますという判断もあったと思います。他のエリアではそういうところもあります。でもやはり大阪の特有な事情として、高齢者の方をお守りする必要性が高いと思ってますので、ですので感染が非常に拡大している時期でもあるということを考えたときに、まだ 50% 超えるということは医療逼迫しつつあるというときに、高齢者の皆さんに身を守っていただきたいというメッセージを強く発信したかったということです。はい、わかりました。ありがとうございます。朝日新聞さん。朝日新聞の深夜です。後ろからすみません。高齢者施設のクラスターの関係でお尋ねします。先ほどの質問ともちょっと重なってしまうんですが、確かに第6波にはよりは少ないとはいえ、現在かなり増えている傾向にあると思います。これまで、クラスター対応訓練ですとか、あるいは従業員の品格検査等の対策も取られていますが、こうしてまず増えてしまっていること、この原因について知事はどのように考えておられますか。まず非常に警戒をしたとしてもですね、どうしても入りやすい、ウイルスが入りやすいというところの特徴があるというふうに思っています。また当然高齢者施設と医療施設については、クラスターの調査という保健所が引き続きやってます。それ以外ではもうやめてます、やってません。ですのでクラスターのこの原因という意味でも、やはりその高齢者施設についてはやっぱりこの向き合う一番数としては増えやすいというふうに思います。だからちょっと比較の前提が、それ以外の施設は
基本的にも保健所がクラスターで追いかけてませんので、ちょっとここに並べるのはどうかなという気も若干します。また高齢者施設は大阪全国一番多いですけど3700あって、営業期間入院できる医療期間は500ですから母数も違うと、まあ、その中でも医療機関はやっぱり医療機関や高齢者施設ではやはりクラスターを盛りかけるのもあって、まあ、そういう増えている、まあ、感染が増える以上やっぱりクラスターは増えているというふうに思っています。母数のマスが増えてきますので、今後も感染が増える限りはやっぱりここは増えている警戒をしなければならないと思っています。先ほどの本部会議もやりましたが、例えば高齢者施設の協力医療機関、もともとある連携医療機関でコロナの治療ができるのは春の段階では 30% でしたけど、今もう 70% になっています。まあ、そういったところが治療や対策というのをやったりして、1人当たりの人数も少なくなっているという部分もあろうかと思います。まあ、ただそうは言ってもやはり被害が大きく出るのは高齢者施設ですから、今後もこれは増えると思ってますし、警戒をしなければならない。なので、まあ、支部と医療部も連携しながら高齢者施設に対して、まあ、しっかりと対策を取っていく、これが今後1ヶ月非常に重要になってくると思います。ありがとうございます。別のテーマですが、このコロナの関係でですね、今日 の、 対策本部会議で細かいんですけれども、企業などに対や学校に対してですね、療養証明や陰性証明を求めないようにという要請をされていると思います。この狙いを改めてお願いします。はい、まさに今ですね、発熱外来が逼迫している、その中で医療の皆さんから要は療養証明とか陰性証明のために非常にもう忙しく発熱外来しているのに来てもらうのは何だかもやめてもらいたいという声が大きく上がっています。ですので、ただそれは従業員の側からすると会社が辞めてくれないとなかなか辞められませんから、だから国へのお願い事項ではなくて、企業や大学に対してもう陰性証明とかあるいは療養の証明、それを取るために今こんだけ発熱外来とかコロナの診療が逼迫しているところに そこに行くのはやめてください、そこを求めないでください、こういう要求を要望行政をいたしました。この目的は発熱外来、企業に逼迫している発熱外来のを少しでも緩和するということが目的です。また専門家の中でも一人ご意見があったと思います。ありがとうございます。次にもう一度ちょっと手挙げすいません、4社ですね。そしたら日日新聞さん、お願いします。大阪日日新聞の新聞と申します。よろしくお願いいたします。現状はオミクロン株の感染拡大状況のことでお伺いしたいんですが、行動制限もない中で今こういう形で対応しているというのは、やはりもうある程度の今後も感染拡大傾向は、まあ、致し方ないという受け入れるような方思いということでよろしいでしょうか。受け入れるとなるとそれは対策取らなくていいという先生になったら良くないので、まあ、僕はもう飲食店とかそういった事業の休業要請はしないので、お一人お一人の基本的な対策をより強化徹底してください、まあ、そういう意味です。先ほどですね、国の方針の方で行動制限を、しないというところがあるので今回行動制限はしないという話も、理由の一つとして挙げておられると思うんですが、もしそういうふうなことがなかった場合は、現状としてはやはり行動制限しながら感染拡大を抑える、考えも、少しあったんでしょうか。オミクロンになってから本当にどの対応が正しいのかというのはなかなか難しいところがあったので、本当はこれ整理すべきだったんですが、整理しないまま今に来ちゃってるというのが実態だと思います。なので国がそう言うからどうもそういうふうにやるんですっていう、その単純な思考回路ではありません。オミクロン株の特徴を見たときに飲食店だけに例えば時短要請して本当にこれが効果があるのか、感染全体で抑える効果があるのか、他でもいろんなところで広がってますから、聞くと。なのででもじゃあ飲食店の人たちだって生活で暮らしや命があるわけなので、もうちょっとそこを犠牲するのではなくて、もう一人一人の対策をお願いする、あとはその特にリスクの高い高齢者の方をお守りする対策を強化する、まあ、そういったところに軸足を踏むべきだというのが僕自身の考え方です。まあ、これまでも国と考え方違っても大阪府としてこうするという判断をしたら、まあ、国にまあガンとお願いをしてやってるのがやってました。それは今後も変わりません。なので、だけどオミクロン株の特徴を考えたときに、
もうちょっとこれは事前あの、僕自身も飲食店への制限でやってきたあの緊急事態宣言とかまん延防止というのはちょっと違うだろうと思っています。ありがとうございます。それからすみません、これ全く違う話でも申し訳ないんですが、あさってなんですけれども、臨時の都議会において、住民投票の、採決されると思うんですけれども、現状としては代表質問という形での、質問という形になるんですが、先般もちょっとおっしゃっておられました、いわゆる、要望を求める方々の声というのは、その、質疑応答で十分だったのか、そこら辺か、改めてお考えでした。まあ、人によって十分であるとか十分じゃないとかっていうのは主観になるのでなかなか難しいところだと思いますが、まあ、法律で定められた手続きをしっかりと十分にやるということです。ありがとうございました。エビエさん。エビエスの富田です。高齢者への呼びかけ施設の言い合わせで高齢者とありますけど、ここでいう地位の想定している高齢者というのは具体的に何歳以上とかはありますでしょうか。基本的に65歳以上だというふうに考えています。ただ高齢者の中にも非常にリスクの高い人とそうじゃない人がいますので、さっきのメッセージの趣旨はそういうことでお伝えした通りですから、その人をその人に合わせたやっぱり対策 の取り方というのがあると思います。まあ、一般的にはやっぱり高齢者65歳ですから、基本的には65歳だと考えています。あと、まあ今回その、まあ、高齢者に、まあ、特に呼びかける形になりましたけど、まあ、一方で、まあ、逆に高齢者以外の世代については、まあ、その行動制限対策しなくていいんじゃないかといった、まあ、誤解を受け取る人もいるかと思うんですけど、その点っていかがでしょうか。なのでこれも何とも申し上げてるんですけれども、そういう意味ではありませんので、感染拡大期ですから、この行動制限をしないというのは感染対策を取らなくていいというわけではありません。だからこそ医療非常事態宣言というのを発令いたしました。社会で生活している上では普通の生活かもしれませんが、いざ一旦コロナになると、あるいは発熱すると、もうそこはもう極めて逼迫した状態、世界に入っていくと、そこで初めてどんだけ逼迫しているか気づくというのが今 の医療の状態なので、ですので医療非常事態宣言というのをきちんと状況もお伝えをした上でですね、基本的な感染対策をお願いしたり、しなくていいというものではないんだということはもう何度もこれからも伝えていきたいと思います。ありがとうございました。じゃあ最後、フランステンさん。フランステンの及川と申します。大阪いらっしゃいキャンペーンが7月14日まで続けられ、18日から大阪来てないキャンペーンを続けていらっしゃる。ホームページは今拝見しましたが、そのまんま、観光客を集めたご自身の責任についてどうお考えでしょうか。大阪来てないキャンペーンについては秋から具体的に解消するということになります。7月27日イベント予定してますが、それはそのまま続けるおつもりでしょうか。ホームページに記載している通りです。では続けるということですね。ホームページに記載している通りです。先ほどの会議ではアクリル板がありマスクをつけてらっしゃった。今手話通訳がいらっしゃるのにマスクを外されている。例えば東京都知事はマスクをして会見されている。ここにいる全員マスクをしている。マスクを外すご理由をお伺いしたい。前答えました。なんでですか。すいません、質問じゃあ最後です、はい。公務日程なし12日、公務日程なし参議院選挙の最中ですが、誰に何を指示されたのでしょうか。特に答えるものではありません。誰に何を指示したのか答えられないということですか。公務日程のことについて、ここについてこの場で話すものではありません。一昨日は指示をされたとおっしゃった。最後です。すいません、同じ質問になってますので、もうはい、わかりました。それではこれで記者会見の終了させていただきます。ありがとうございました。幹事社にマイクをお返しいたします。はい、幹事社 ABC テレビです。この後政府に関するご質問はありますでしょうか。じゃあ少々お待ちください。
はい、では改めまして質問ある方いらっしゃいますか。あ、どうぞ。はい、大阪日経新聞の新聞でございます。今現状で元統一教会に関しての、政府会とのつながり、距離感についての議論をされています。日本維新の会につきましても、現状調査ということで入っていると思うんですけれども、これだけですね、広くなってしまった場合、広く、統一教会の方が関連した場合に、例えば、調査する側、される側の方にですね、共にその統一教会さんとその何らかの関連がある方が出てくる可能性も多分、ゼロではないと思うんですけれども、例えばなんですが、維新の会等ではその調査する際に第三者的な方々を入れてその調査するとか、そういうふうなお考えとかはありますでしょうか。自分たちで調査をして、そして発表をしていきます。で、今後どうするのか、そこ重要だと思ってますので、その方針を示していくということになります。藤田幹事長と、大阪維新の会も盛り上げますから横山幹事長が進めてますので、具体的にはそちらにまとめたいと思います。例えばそこら辺においてですね、例えば調査する側が、非常に維新、元統一教会さんと、つながりが強い方だった場合にですね、公平性とか、例えばその、妥当性とか、そこら辺は担保されるとお考えですか。そこは代表が、松井代表がやるといった以上ですね、幹事長がするというのは適切だというふうに思っています。それでも不十分なところがあれば、それはメディアの中にも指摘されるかもしれませんが、我々として幹事長のもとでしっかりと、松井代表が指示した事項ですから、幹事長のもとで進めていくと。調査結果等々の詳細なことについては、もう必ず、従来維新さんはそうですけれども、必ず公開するというふうな認識でよろしいですか。そうなると思います。ありがとうございます。他いかがでしょうか。ダメ、はい、はい、お名前言ってください。はい、大阪本日経通信社の石田です。ちょっと関連する話なのであれなんですけど、あさっての臨時議会開かれるにあたって、維新の議員団から求める会、住民投票を求める会の関係者とは 面会するなというふうなお触れが出ているという話があります。で、昨日求める会が公開した話によりますと、再三にわたって吉村知事に面談を求めていたけれども、最終的には会わないというふうな形になってきた。で、住民投票条例の制定にあたっての、要するに条例制定をするだけの、府民の代表、議員と同じぐらいの重みがあると思うんですけど、その代表と合わないというふうなのは、どういう理由からでしょうか。まず、どの業界についても要望について、原則的に、これ非常に大阪が多いですから、担当が対応すると。ことになってます。今回の署名についても法律で定めた手続きがあるわけですから、意見陳述の機会もあります。法律に基づいた手続きで進めていくということになると思います。あと大阪府議団についてはもうこれは議団に任せます。他は質問いかがでしょうか。フランスさん、及川です。1点だけ、今重なる質問ですけれども、御党代表は住民投票こそ究極の民主主義と発言してらっしゃる。先日、一昨日、都構想についての住民投票について伺いましたが、御党は都構想に関する住民投票を今なお求めていますが、IR カジノについてはやらないのか。住民投票こそ究極の民主主義というのは、間違った考えなのか、ご見解を伺いたいと存じます。法律の手続きに基づいて進めていきます。じゃあ、最後に、住民投票こそ究極の民主主義ではないということでしょうか。そう言っているわけではありません。住民投票は、吉村維新の会、大阪維新の会代表としては、支持するのでしょうか。都構想の住民投票は大都市法で定められています。以上です。はい、他政務関連の質問はよろしいでしょうか。なければこれで記者会見を終了します。